浅井長政は信長の大使に共感して協力を約し、信長は上洛に向けて大きな一歩を踏み出した。また美濃を追われた後、朝倉家の客商となっていた明智光秀と再会を果たし、織田家に迎え入れる。その光秀の仲介により、信長は将軍家に仕える三淵藤秀と会見することとなった。観音寺城の戦い。信長殿、お初にお目にかかる。足利将軍家奉公衆三淵藤秀と申す。おお、足利義輝公が三好松永に討たれて以降、今日に将軍は不在であると聞くが、その義輝公の実弟足利義明様が今は越前にあって京への帰還を望まれている。で、義明殿が次の将軍になるためにこの俺に手を貸せと。義明様が共にあれば上洛の大義も立ち、京にいる三好勢を逆賊として討てる。さらには信長殿の上洛戦に将軍家を助けんとする大名の助力も期待できよう。なるほどな。拒む理由もあるまい。この信長が義明殿を京へとお連れしよう。いよいよ京へ向けて出陣か。天下一神をなすための戦、腕が鳴るぜ。南近江の六角勢は手強かろうが、長政がいるならばどうにかなろう。ああ、敵は甲賀の忍びどもを味方につけてるし、京を牛耳る三好三人衆も出てくるかもしれねえが、俺たちなら勝てる。それくらいにひるんでたら天下一神なんて夢のまた夢だろ。ひゃー、こりゃまた頼もしい味方を得たもんですね。まったくだ。おかげで俺も気合入ってきた。信長様、長政殿、今日まで一気に駆け抜けようぜ。今日は目前、六角と三好を破り上洛を果たす。まずは観音寺城周辺の市場を落とせ。私の帰郷を阻む者どもがまだこんなにも。大義は俺たちにある。邪魔する者は堂々打ち払って進むのみだ。義景様の下で磨いたこの腕、今こそ発揮せねば。義明殿、将軍家のことは我らに任せ、ここでおとなしゅう討ち死になされい。光秀と共に戦うのは長良川以来か。どれほど強くなったか間近で見たいものだ。止めようとて無駄よ。義明様を守らねえと危ねえから、お姫様は下がってな。ちょっとあまり見くびらないで。私だって戦えるんだから。地ならしはこの程度でよかろう。全軍観音寺城へ向けて進め。足利義明様ご帰郷を助けんがため、上杉謙信推参。おお、越後の龍が加勢してくれるとは。和田山城の守りは固いようだ。先に三造城を落として南より揺さぶるか。小次郎を落とすなんざ伊賀の忍びにとっちゃ造作もねえ。ようやっとオイラたちの出番だな。一気に造城を落とすぞ。光秀、別動隊を率いて光圀城を落とせ。分かった、任せてくれ。尾張の成り上がりが調子に乗りおって、今日を滑る三好の力、思い知らせてくれる。この天下を支えてきたのは三好と六角、貴様ら下船の輩の出る幕ではないわ。よく吠える犬は叩き伏せて黙らせるほかあるまい。俺たちの術にかかりゃ縄文なんざあってねえようなもんだ。境門何？誰が城の門を開けたのだ。火は満ちたようだ。今こそ光圀城を落とす。敵襲か。この城は渡さんぞ。どうやら織田勢の忍びを担いでいるようだ。忍びを大釜のを出せ。あいつだ。準備しろ。ようやくか。マジくたびれたぜ。ヒーフーミー、ヒーフーミー。しゃあ、行くか。うるせえ。無駄な動作。別にいいだろ。景気づけだよ、景気づけ。なんだ急に霧が。敵はそこか。何をする。俺は味方だぞ。妙だな、敵の仕掛けた術か。この辺りにいる一番偉そうなやつを撃てばいいんだよな。行くぜ。壊してくれる。甲賀者の仕業だったか。急ぎ義明殿を救わねばなるまい。まやかしとはこしゃくな。義明様をお守りせねば。これで和田山城を攻めやすくなったな。まずは味方の援軍を呼ぼう。この信長こそが天下無双よ。滝川一益、ただいま着陣。これより信長様の城攻めに加わりますと。お相手いたす。俺は誰と戦っていたのだ。六角、いや敵は織田だったか。甲賀者の術が兵を惑わせているようだ。一刻も早く手を打たねばならんな。やっぱ強えな。降参だ降参。織田に下るからよろしくな。あっさり負けを認めたか。何者か知らんが捉えておけ。隙のバカ、何を考えてやがる。仕方ねえ。任務は俺が片付けるか。開門。味方の混乱、あの忍びの仕業か。奴を撃ち術を止めるのだ。撃つべき敵は信長。野田は敵だ。倒せ。別動隊の任が全うした。それより我らも大賀忍びの対処に向かう。卑怯者の三好や六角に都を任せられるかよ。これからは信長様の時代だ。あの人すごく張り切ってるみたいだけど大丈夫かな。敵は観音寺城に迫る勢い。三好と蒲生に進軍の合図を出せ。開門。敵は連携して迎え撃つ構えらしい。ならばこちらは二手に分かれて当たるか。何が起きていたんだ。よし、この辺りの敵は倒したぜ。連中の結束も大したことねえな。敵の戦意をくじくなら今が好機だ。三つくり城に織田の旗印を掲げ見せつけよう。城に織田の旗印が立ったなど北から来るのではなかったのか。三つくり城を奪還しろ。南に戦力を投入するのだ。光秀の企てにつられて敵が出てきたな。この機を逃すな。和田山城を落とせ。六角に蒲生あり。織田勢ごとき押し返してくれる。そこまでだ。和田山城は誰にも渡さん。触りだ。奴らこの城を取り返したいんだろうがそうはいかねえってな。殺してくれる。どんなもんじゃ。敵将討ち取ったぞ。悔しいがここまでか。六角をしのぐと言われた蒲生もこの程度ならば義方も恐れるに足らんな。止めようとて無駄よ。この信長こそが天下無双よ。尋常に勝負いたせ。おっと、織田勢が攻勢に出たか。よし、俺たちも続くぞ。遅れるなよ。あんなにはつらつとした顔をして多分まっすぐな人なんだろうな。造り城はおとりであったか。だいぶ出遅れたがこの和田山城より敵を打ち払うぞ。長政のやつ生意気な。門を開けよう。俺が返り討ちにしてやる。開門。和田山城は俺たちの手に落ちた。織田の旗印を掲げろ。六角は何をしている。大が忍びでも何でも使って敵を追い払わぬか。俺がお前を倒す。絶対にだ。あの人まさか短期で突入を。私も行かないと。カズージ、もう一度機会をやる。うまくやればお前の相棒の失態は目をつぶってやる。承知。耐えきれん。聞かせてもらう。我に組みする者は皆信長に向けて進軍せよ。お見事にございますな。親父の戦ぶりはやっぱすげえな。俺もこうしちゃいられねえぜ。この俺を止めようとて無駄よ。もうどうにもならねえな。もうこいつもオーダーごときに。えい、私が撃って出る。門を開けよう。開門。敵将、討ち取ったぞ。力及ばずか。噂通りの強さだな。それでこそ俺の親父だぜ。お前何か勘違いをしているらしいが。叶う相手ではなかったか。引き続き正しきをなせ。この俺を止めようとて無駄よ。俺をうつけと侮ったか。耐えきれん。聞かせてもらう。この俺を止めようとて無駄よ。観音事情は我らが制した。もはや今日に達したも同然。時をあげよう。信長様、こいつがわかるか。異能での戦いの後、俺が預かったあの赤ん坊だ。そういうことか。あんた俺の親父なんだろ。いつか会えると思ってたんだ。違う。またまた照れちゃって。あ、俺を娘とは認められねえ事情があるんだな。まあいいや。別に俺は姫様になりたいわけじゃねえ。忍びの技で親父の役に立ってやろうと思ってよ。はあ、光秀、この娘の面倒はお前に任せる。俺が？いきさつを聞く限り利家殿が適任では。待たざに小娘の世話などできると思うか。だな。光秀、頼んだぜ。分かった、預かろう。長政様はどうして兄様のために戦ってくれるの？信長様の志に惹かれたからだ。あの人とならこの乱世をひっくり返せる気がする。そんな風風に言ってもらえると妹としても嬉しいな。それに俺はイチにも惹かれてるようだ。裏表のないお前には何だって正直に話せる。この先もそばにいてくれたら心強い。縁談の件前向きに考えてみてくれないか。長政様、一の縁談がなった。権六、お前も一について浅井家に言ってくれるか。よい。何があろうとも姫は俺が守ります。